クエーサー、クエーサーは、非常に離れた距離に存在し極めて明るく、輝いているために、光学望遠鏡では、内部構造が見えず、恒星のような天候源に見える天体のこと。クエーサーという語は、循行正常、クワスイステラーの短縮系である。強い電波源である、QSS、循行正常電波源、と、比較的静かなクソ、循行正常天体、がある。 最初に発見されたのは QSS だが、クソの方が多く発見されている。日本語ではかつて純正などと呼ばれていた。現在では非常に遠方にある活動銀河核の一種とされる。構造上はクエーサーと比べて比較的近傍に存在するセーハート銀河などと同じく活動銀河核を持つ銀河の一種であると考えられている。 クエーサーのスペクトルは大きな赤方変異を持つ。この大きな赤方変異は、ドップラー効果により、光源が地球から極めて高速で遠ざかっていることを意味するので、ハップルの法則からクエーサーは極めて遠い場所に存在することがわかる。このような非常に遠方にあってもクエーサーは明るく見え、実際の明るさを考えると、典型的な銀河の100倍程度のエネルギーを、 放出していると考えることができる。現在最も遠いクエーサーは2011年6月29日に発見されたラッシュ J1120 プラス0641で赤かった変異は Z イコール7.085に達している。クエーサーの中には明るさが急激に変化しているものがある。これはクエーサーの本体が非常に小さいことを示唆している。 一番明るく見えるクエーサーでも13等級の明るさしかない。すべてのクエーサーが強い電波を放射しているわけではないことがわかっている。発見されている大部分のクエーサーは電波の弱いクエーサーであり、電波の強いクエーサーは少数、実際には全体の110%である。クエーサーは 宇宙誕生後10億年も経たないうちにでき始め、宇宙が20億から30億歳の頃に最も多く形成された天体である。オベフ、光学的激変天体と定義されたものは、ブレーザーに分類される。今まで観測されている数百個のクエーサーはすべて大きな赤型変異を持っており、その値は0.16から7付近にまでにわたっている。 距離に直すと 600mpc から 4000mpc という遠距離に存在していることになり、多くのクエーサーは 1000mpc 以上の距離にある。観測されるクエーサーは非常に暗いが、これだけ大きな赤型変異を生じるほど遠方にあることから、実際にはクエーサーは宇宙に存在する天体の中で最も明るいと考えられている。一般的にクエーサーの明るさは 10w。 最も明るい電波銀河の高度から10ワットに達し、平均的には10ワットの規模である。これは銀河系の明るさの1000倍、太陽の10兆倍である。また、高速度は有限であるから、これほどの遠距離にあるクエーサーを含む電磁波を観察することは、そのまま遠い過去の宇宙からの電磁波を観察していることになる。非常に遠方にあっても観測できるほどの明るさを持つ、 クエーサーは、その膨大なエネルギー源の推論から現在では、活動銀河の一種と認識される場合が多い。すなわち、クエーサーの放射は、相対論的ジェットやローブと呼ばれる構造を持つものも、ある。クエーサーは、電波、赤外線、可視光、紫外線、X 線、ガンマ線の、あらゆる電磁波で観測される。クエーサーはまた、時間とともに、明るさが変化。 変更することが分かっている。周期は数日、数時間、中には数週間、数ヶ月、数年というスケールで変化するものもある。短い周期で変化することもあることから、クエーサーは非常に小さな領域からエネルギーを放出していると考えられる。大きな天体であれば、明るさの変化を起こす原因は高速を超えずに天体全体伝わり、それには 時間がかかることになるが、天体全体が短い周期で変更するということは、変更の原因が何であれ、変化が天体全体にわたるまでに時間を要していない。すなわち天体は小さいと解釈される。クエーサーは活動銀河とほぼ同様の特徴を示すので、多くの研究者がクエーサーの放射を小さな活動銀河と比較してきた。クエーサーの正体として、 最も有力な説は、クエーサーは大質量、ブラックホールをエネルギー源に持っているというものである。クエーサーの強力な高度は、大質量、ブラックホールを取り巻く硬着円盤のガスやゴミが、ブラックホールに落ち込み時の摩擦によって生み出されていると考えられている。この物理過程では落ち込む質量の約50%をエネルギーに変換することが可能で、 核融合によるエネルギー変換が質量の数パーセントにとどまるのにべて非常に変換効率が良い。10W というクエーサーの平均的な高度を生み出すには大質量、ブラックホールは1年あたり構成を10個飲み込む計算になる。現在知られている最も明るいクエーサーの場合には毎年1対応質量程度の物質を消費しているだろうと考えられている。 またクエーサーは、その周辺の環境によって、スイッチが入ったり切れたりすると考えられている。例えば、上に上げたような割合で100億年も、餌となる物質が供給され続けることはないと言われる。このメカニズムは、なぜクエーサーが、初期の宇宙にのみ見られるのかという問題にもうまく、説明を与える。つまり、膠着円盤による、エネルギー生成は、大質量。 ブラックホールの周囲の物質がすべて消費し尽くされると停止するのである。このことから我々の銀河系を含むほとんどの銀河は過去にクエーサーの段階を経験し、現在は中心のブラックホールに質量が供給されていないためにエネルギー放射活動をしない平穏な状態にあるとも考えられる。活動銀河や大質量、 ブラックホールによるエネルギー放射活動は現在も見られるが、クエーサーが活動していた時期に比べて非常に少なくなっていると解釈されている。現在観測されているクエーサーのいくつかは1950年代の終わりに電波源として記録されている。1960年頃までにこのような天体が数百個見つかり、ケンブリッジカタログ第3版。 3C カタログに収録されたが、電波源は謎のままだった。1960年、カタログ中の 3C48 という電波源と位置関係が対応する天体の光学観測に成功した。この暗く青い星のように見える天体のスペクトルには、正体不明の幅の広い気線が多く含まれていた。当時は、この奇妙なスペクトルが何かを説明できなかった。 1963年、カタログ中の 3C273 という電波源にも位置関係が対応する天体が光学観測された。この時にもスペクトルに同様の奇妙な気線を含んでいたが、オランダのマーテン・シュミットは、これが水素のスペクトル線が16%も赤型変、移したものであることを発見した。この大きな赤型変異は、 三 c 二百七十三が秒速四四万4千キロメートルという速さで我々から演ざっていると解釈された。これを先の三 c 四十八に当てはめれば赤方変異は実に三十七パーセント、高速の一三もの速度で遠ざかっていることを示していた。アメリカの本英中はこのような天体を巡航正常電波源、詳しいステラーラジオソースと命名し新しく クエーサーとして分類される天体の研究が始まることになった。この発見の直後から、クエーサーの持つ大きな赤方変異の原因は、天文学者の間で大きな議論の的となった。ハップルの法則に従う非常に遠方の天体であることが示唆されたが、当時、特に定常宇宙論を支持する学者からは、もしそれほど遠方にあるのなら、 クエーサーが放出するエネルギーは膨大な量になり、核融合など、当時に知られている、どんなエネルギー変換過程をもってしても説明できない、と反論した。膨大なエネルギー源を未知の安定した、半物質に求める説などもあった。また1960年代に研究が活発となった、ブラックホールの理論から議論された、ホワイトホールではないかとする説もあった。同時に、 そもそもクエーサーは、金棒の天体なのか、あるいはその赤方変異が示唆するように遠方にある、天体なのか、ということも議論された。クエーサーの赤方変異は、ハップルの法則によるものではなく、重力ポテンシャルの深い、井戸の中から、光が放出されている、重力赤方変異ためではないか、という説もあった。しかし1970年代に入ると、 膠着円盤とそれによる宇宙ジェットの発生メカニズムが提案され、いくつかのクエーサーの膨大なエネルギーの源は、こうした活動銀河核によるものとの理解が進んだ。この結果は、クエーサーの位置関係を説明するとともに、宇宙が拡大していることを指示し、ホイールの定常宇宙論をほぼ否定することになる。ごく少数であるが、クエーサーが、 近距離にあるという証拠を挙げている研究者がいる。ホルトン・アープは近距離にある通常の銀河と相互作用を起こしているように見えるクエーサーを数多く写し、そのような銀河のカタログを作成した業績があり、また定常宇宙論を支持する立場の代表的な研究者だが、彼のこうした主張は1960年代のものであり、現在の主流とは言えない。今日ではクエーサーが 宇宙論的距離にあるという病像はほぼすべての研究者に受け入れられている。1980年代に入ると、クエーサーは単に活動銀河の一種であるという統一モデルが提唱された。これにより、クエーサーがブレーザーや電波銀河などの他の活動銀河と異なって見えるのは単純に地球から見た角度の違いであるという見方が広く認知されることとなった。また、 銀河系の内部もしくはごく近傍にあり、中心にブラックホールや中性子星があるために、クエーサーと同様の機械板や、ジェットなどを伴いよく似た性質を持つ天体を、マイクロクエーサー、例、ワシザ SS433、グロ1915プラス105、タテザ、LS5039 などと呼ぶことがあるが、こちらは、主に X 線連星を伴った構造を持つ、 天体を指す用語であり、クエーサーとは別物である。近傍にあるために、クエーサーのような赤方変異は見られない。現在ではさらに観測技術が向上し、コロラド大学やカリフォルニア工科大学らにより、クエーサーアップム08279プラス5255に、地球上の海水の100兆倍の水が存在することが発見されるなど、研究の進展が目覚ましい。 クエーサーはビッグバン後に宇宙の再電離が始まった時期についても手がかりを与えている。宇宙の再電離とは冷えて安定な中性元素となった水素が星からの高エネルギーを受けて再び電離水素となったことを指し、これが宇宙に最初に星が現れた時期と考えられている。中性水素にライマンアルファ線より短い波長の光が当たると、 その光をすべて吸収して連続した吸収領域を持ったスペクトルとして観測される。電離水素に高エネルギーの光が当たっても吸収されない。遠い天体からのスペクトルの観測では、天体から地球までの宇宙空間にわずかに残る中性水素によって吸収され、ところどころに鋭い吸収線が密集するライマンアルファの森と呼ばれるスペクトルが観測される。 このような気候はと呼ばれている。このような効果が観測されるクエーサーは長く見つかっていなかったが、21世紀に入って、Z イコール6付近のクエーサーからガン・ピーターソン効果による吸収域が発見され、これは再電離前のクエーサーではないかと考えられた。これは時期にして128億年前に相当する。理論上は宇宙誕生から1億年後、 観測結果からは遅くても10億年後には、第一世代天体が誕生して、頬をはじめ、宇宙の再電流が起きていたことを示唆している。クエーサーのもう一つの興味深い特徴は、ヘリウムより重い元素を含むことが分かっていることである。このことは、ビッグバンの後、最初のクエーサーが生まれるまでの間に銀河が、恒星、種族 E の星を大規模に生成する時期があったことを、 示唆している。クエーサーは大変離れたところにあるため平面光源として扱うことができ、地球に到達する電波は平面波とみなせるので VLBI、超長期線電波干渉法を使い2箇所で電波を受信し到達時間のズレを測定れば2点間の距離が求められ、大陸間の距離、プレートの移動や沈み込み、 地球の時点の変動といった大きなスケールの感覚や運動を高い精度で測定できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。